里沈み寺は、中華人民共和国石膏省庁山市札区にある仏教寺院。夫妻寺、宝寺と並んで、札三大寺と称される。里沈み寺は、秋代の創建で、当時は、里沈み庵と称した。軍人の久しだから、司進む鎮太公が、宝月含む空という大学を寄合した。解散祖師は、窓か里氏。 新代の建立58年、円通殿、玉高度の人四郎は農石によって混流された。高所21年に大遊方殿が消失している。高所25年には首郎と大企画を再建している。高所33年層の徳化はお寺に大蔵郷を備える。1966年、毛沢東が文化大革命を発動し、寺院の宗教活動は、 中止に追い込まれた。公営兵により、大児病などの宗教施設が徹底的に破壊された。寺内のすべての文化財が消えた。1980年より後、地元政府は寺院を修復する。1983年、中華人民共和国国務院は仏寺を、漢族地区仏教全国重点寺院に認定した。百八十八年、観音殿が修築されている。 1989年10月、仏像海岸式が行われた。1992年、関白玉連芸家を増築した。天皇殿、太友法殿、大肥殿、観音殿、増強楼、玉皇殿、法上室、魅力仏太友法殿へ、児童。ありがとうございます。